はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日はSFC のその AO に合格するためにその書類作る順番、まずどういう順番で書類作ったらいいですかっていうのは結構今まで多くの方に聞かれた質問なので、まあ、そこに関してちょっと答えていければなと思います。で、SFC の書類作成で考えるときには一番大事なその書類作りの順番っていうところに関して言うとですね、やっぱり非常に大きいなと思うのが基本的にはその字数が長いものから書いていこうという話があるわけですね。だこれは SFC の例えば普通の小論文とかにもそうだと思いますけど、一般入試の、まあ、基本的に長い方をやっていく。でそれは SFC の場合に小論文で長い方からやっていくっていうのは単純にそのいわゆる採点配点がすごい高いので、長いやつの特に論述とかだと SFC の場合おそらく配点がかなり高いっていうふうに推測されるのでやっていくっていう話なんですけれども、 AO の場合はちょっと多分理由は違うんですよね。その AO の場合って別に認定中の配点がおそらくそんなに高いわけじゃなくて、どちらかというと多分考え方として必要なのはそのなんていうんでしょう、いわゆるそのいわゆる自主研究論文とかをすごい長めに丁寧に書いて、そうするとその志望理由書とか自由記述っていうのはもうそれを凝縮したものになるわけですよね。で長めに一生懸命しっかり書いた論文を、まあ、そういったものに使ったら絶対やっぱりものとして面白くなる、楽しくなるっていうのはあると思うんですね。っていうところがあって、基本的には長いものを凝縮するような形で志望理由とか自由記述とか3分ビデオとか、まあ、3分ビデオは冬用の場合だけですけれども、必須で出さなきゃいけないものを出せるように準備しましょうっていう話は常々しています。それがとても大事なことです。でやっぱりこうその長いものを短くすることによって話も整理されるし分かりやすくなるし、あ、ここまで頑張ったんだなってのはすごい伝わってくるので、やっぱり合格できる可能性も高くなります。なんかその頑張って頑張らないっていうのはその多くの人がいや頑張っても頑張ってもそんな伝わらないよって思うんですけど、結構伝わるんですよね。で私がそれを大学時代の経験から考えたこととして言うと、例えば中村真紀子先生っていう先生が、まあ、今 SFC にいる先生ですけれどもいて、で私がちょうど大学生だった時に中村先生は東北大かどっかで助手みたいな感じのことをしててですね、で、まあ、日銀辞めてコロンビア大で PhD 取って、その後東北大で助手した時代だと思うんですけど、まだ多分本も出してない時期で、非常に何て言うんだろ これから頑張ってやっていかなきゃいけないっていう風なそういう状況の先生だったんですよね。でそれはもう見るも本当にあっという間に本もベストアステラーになって慶応でも教授になってっていうんで、あれは中村先生の努力だと思うんですよね。偉そうなこと言ってすみません、大先輩なんでそんな偉そうなこと言ってはいけないんですけども、まあ、そういうことをやっぱり非常に、まあ、傍から見ててね、カンファレンスとか出てて傍から見ててすごい思って、やっぱりこう努力した人の本ってそれだけの気迫とかエネルギーとかパワーとかそういうものが宿るし、そうすると人ってそのまあ先行経験をちゃんと調べて要は、日本で言われている通説と全然違うみたいなことをちゃんと調べて、で自分でも研究しちゃんとやっていく、そのプロセスの面倒くささとか大変さとかっていうものってやっぱり人に伝わるんです。それは例えばそういう研究のこととかを全く理解できない人でも伝わると思うんですよ。だから学力の経済学を勝手に積んどくしてる人っていっぱいあると思うんですけれども、でもそれってやっぱり中村先生の気迫が伝わったから買うわけですよ。逆にやっぱ適当な感じで本書いてると基本的には適当な感じになっちゃってやっぱうまくいかないんですよね、っていうところが非常に考え方としてはあって、そこの部分をねやっぱりちゃんと理解しながら、あなたの研究のことをどれだけの人が理解してくれるか分かんないけれども、ただしっかりやっぱ気迫を込めてね本気のものを作っていただきたいなって、まあ、それはものすごく思いますね。